付属生態調和農業機構の川端本日はですね、ICT を活用したスマート農業というテーマでセミナーを開催させていただきますけれども、まずはじめに、この付属生態調和農業機構の紹介をさせていただきます。この付属生態調和農学機構というのは、 東京大学農学生命科学研究科に所属する付属施設になります。西東京市にありまして、都心から1時間くらいのところにありますで。農学部の付属施設としまして、フィールドを活用しました農学に関する教育研究を行っているところです。全体で30ヘクタール少しありまして、敷地内にですけれども、温室群、それから果樹園。 えー、畑ですね、麦、えー、畑、それから、えー、トウモロコシとかですね、それから水田、それから里地里山、桑、えーえー、それから,、えーれからえー、ハスのコレクションがあります。えー、で、ハスエにはまあ全国国内有数のハスのコレクションが維持されておりまして、まあ、有名なのが。 えーとオーガハスというハスで、えー、ケミ川にあります、えー、緑植物実験所、かつてありました緑地植物実験所の近くの2000年前の地層から、えー、出てきたハスになります。そのほかにも緑地美人とか月のほエ笑みとか、まあ、気候で育種しましたハスをはじめとしまして、300品種ぐらいを保有しています。 でこの機構ですけれども、あの現在、まあ、このような土地になっているんですけど、ど真ん中なんですけど、この部分を新しく都道が開通しまして、この楽しいキャンパスは南北に、えー、分断されることになりましたけれども、その道路工事に合わせまして、キャンパス整備計画が進みました。で4月からです、ね、あのこちらに新しい建物が、研究、教育研究棟ができまして、そちらに教育研究の 拠点をすて移転したとこころですこの南側キャンパスにはですね、えー、っと過去の農場時代からの古い農業機械ですとか、まあ、農機具を展示したあ農場博物館や、こちらですねそれから、えー、学生宿舎と呼んでいますけれども、えーまあ、歴史的、まあ、建造物である建物などがあります。 で左下、こちらが旧本館なんですけれども、現在、はこちらの右側の新しい近代的な建物になりましたけれども、こちらへ、今年4月に引っ越したばかりになります。でこの付属生態調和農学機構の歴史を簡単にたどりますと、明治11年に駒場農学校に設立された農場が始まりとなります。 で関東大震災の後熊駒場の学校が、えーま、移転した後ですね農場機能が田無町、当時の田無町、ま、現在の西東京市に移転されました。そして、えー、と2010年になりますけれども、えー、付属農場ですね、あの田無農場と付属緑地植物実験所を改祖しまして、 え付属、えー、演習に正しい試験地の教育研究機能を取り込んで、えー、付属生態調和の農学機構がまあ設立されることになりました。でこの名前、英語で Institute for Sustainable AgroEcosystem Services ということで、えー、サステ t a i n という言葉が入っていますけれども、これがです、ね、この,の教育研究のまあキーワードになるかと思います。でこの付属農場から えーと清和体調和農学機構へ改組された背景にです、ねえーと、農作物生産中心から、まあ、生態系サービスを考慮した、まあ、持続的な農業へという、まあ、流れがあ,あります。これは世界人口の増加等を示した図ですけれども、まあ、戦後です、ね、急速に今、人口が増加いたしまして、 その中ですねじ、食料の方も下なんですけども、給食に増産することを実現しています。で、この食料増産を達成したのは、いわゆる緑の革命と言われること、それから近代農業があります。で、この緑の革命では、多肥でも遠くしないあの、窒素肥料をたくさん与えても遠くしないような肥料の品種の育成とか、その他にも、 農業の機械化ですとか化学農薬の使用、それから、えー、と灌漑による水資源の利用などもあります。しかしです、ね、これらの,その近代農業の普及に伴ってさまざ、あ、まな問題も生じています。でちょうど、機、え、構、ー、が設立される少し前になりますけれども、まあ、学術会議からの投 ですけども地球環境、人間、生活に変わる農村及び森林の多面的な機能評価についてというまあ答申が出まして、その頃から農業、森林の多面的機能がクローズアップされています。で特に、まあ、多面的機能に配慮した持続的な食料生産ですとか、まあ、佐里山というようなまあ環境についての関心が高まりまして、まあ、サステナブルという言葉もえば、ー、も一般に使われるようになってきました。 でえー、ただです、ねあの、それからまあ20年ぐらい経ちますけれども、えー、いろいろな近代農業の課題に克服されているかというと、そんなことはなくて、ますますまあ深刻になっていると言わざるを得ません。特に水資源の枯渇ですね、あの日本国内ではあまり実感することはありませんけれども、世界的には非常に厳しい状況にあります。それから、えー 最近特に注目されているのが地球の温暖化、ですね気候温暖化があります。でこの地球温暖化は、まあ、あの農業についても温暖化を加速する要因の一つとなっています。で、国類以外、食物、食料増産ですね、戦後の食料増産というのは、かなりが高地面積の拡大に依存しているんですけども、その過程で森林とかですね、 装置とか二酸化炭素を吸収していた場所が農地に変わっていることによって、実質的に二酸化炭素を放出しているとか、農業自体も温室効果ガスを排出しています。森林の減少のか、有機物の分解が高温によって耕されるとか、窒素肥料の使用によってア、あのア酸化窒素ですね、あの温室効果ガスのア酸化窒素が発生する。 水田からメタンが発生する、それから農業の機械化によって化石燃料を使うなど、いろいろな原因によって温暖化にも加速する要因の一つとなっています。で、実際に二酸化炭素濃度はですね、1950年頃からまあ急速に増加しているのが実情になります。で、こういうような状況にありまして、人口増加はいまだに歯止めはかからず、えー、ますます増加するんですけど、その中で、 え水資源はない、まあ、農地は増やせない、温室効果ガスを抑制しなければいけない、化学肥料も塩もおと、えー、制限しなければいけない、それから炭素を道場、まあ、とかです、ね、はだしとかに溜め込まなきゃいけないとかですね、いろいろな課題があって、それらを全部、えー 達成しつつ食料増産するというのは非常に厳しいサステイナブルな方法で急増する人口を支えることは極めて厳しいような状況になっています。まあ、こういう状況にありましてあの私たちの生態調和の音楽校でやらなきゃいけない、えー、使命非常に大きいと思っております。で、えー、私たちはですねあのサステイナブルなキーワードになってまして、まあ、今のところ教員7名それから技術職員10名ほどの組織ですけれども えー、これらのメンバーですね、フィールドを利用した、まあ、農学研究に取り組んでいます。で、今回の、えーとえーえー、テーマーですねあの、えー、公開セミナーのテーマであります、まあ、スマート農業も非常に、まあ、強力な、えー、サステナブルを実現するためのツールの一つでもあります。えー、本日はですね、あのあの非常にあ最新の話、いろいろ話していただけると思いますので、最後までぜひ、あの ご視聴していただけると幸いに思います以上ですありがとうございました